はい、皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。今回のテーマは最強の自宅勉強法。皆さんおそらく1日の半分は自宅にいると思うんですけど、まあ、なんならこの時期はもっとたくさんいると思うんですが、そんな今だからこそ自宅の勉強リフォームをしてみてはいかがでしょうか。もう結局はですね、自分でいかに勉強するかっていうところが最終的にはすごく大事になってきますし、そこでやっぱり自宅で勉強するっていう効率を一気に上げれば、もうそれだけでですね、もう勉強の効率がぐんと上がるわけですね。それでは早速なんですけど、皆さん東大生の実に約8割がリビングで勉強してるというふうに聞いたことありませんか？まあ実際ですね、僕自身も勉強をリビングでしているんですけど、まあこの理由はいろいろあるんですけど、まず第一に勉強に対するそのハードルがすごく低いということが挙げられます。まあ結局勉強机に向かってやるって結構ハードル高いんですよね。そのハードル高いところではなく、まずもうリビングみたいな、そういったリラックスできる場所で、かつもう寝っ転がりながらでいいので、かなりハードル低い状態で勉強を始めるということが重要なんですね。さらにですね、人間の脳っていうのはある程度リラックスできる環境において一番集中できるんですよ。そのある程度のリラックスとある程度の緊張状態、そういう意味においてリビングっていうものはそのリラックスできる状態っていうものが担保されているので、集中がすごくねできるわけなんですよ。じゃあその緊張状態の方はっていうと、親の監視があるので、まあ、そこはちゃんと親の協力のもとしっかりと勉強できる環境づくりをしていくということが重要なんですね。まあ、ただこれは決して勉強机に向かって勉強するっていうことを否定してるわけではないんですね。もちろん僕自身もですね、勉強机で勉強してるわけなんですよ。じゃあそれはどういう時かというと、もう本当に超集中したい時ですね。これ人間の心理としてそうなんですけど、例えば睡眠障害の方の治療法としてベッドで睡眠以外の何もしないというものがあります。まあ、要するにベッドっていうものは寝る場所ですよっていうふうに脳にちゃんと教え込むわけですよね。そうすることによって、まあ、ゲームとかしてしまってはベッドっていうものは寝る以外にもゲームできる、要は脳が覚醒状態になる場所なんだっていうふうに認識させてしまったらダメ、ちゃんとベッドは寝る場所なんだというふうに認識させるっていう治療法なんですね。これと一緒で勉強机っていうものを集中できる場所なんだというふうに脳に認識させると。もうだから勉強机に座るときは必ず集中するっていう、もう自分の中で徹底的なルール作りをしていくっていうことが必要なんですね。まあ、だからこそ多少ね勉強机のハードルは上がってしまうわけで、ハードル高い勉強ではなく、まあ、ある程度リラックスできる環境でリビングで勉強できるっていう状態も作っておくことは必要なんですよね。僕自身で言うと、まあ、問題演習をするときとか、あとは受験直前期とか、そういった詰め込みの時期に割と勉強机にしっかりと向かってやってましたね。そういう意味でしっかりとリビングと勉強机を使い分けていくっていうことは重要なんですね。他の場所としてはトイレや風呂なども有効です。まあおそらく多くの方にとって風呂とかトイレって勉強する場所じゃないというふうに認識している方多いと思うんですが、でも実際トイレや風呂に毎日いるわけじゃないですか。そういう時間に単語を本当に3個だけ詰め込んだりして、その中で反芻することによってかなりの時間を有効活用できるんですよ。まあイメージしてもらえば、1日3単語だけで365日使えば 365×3 で1095単語、これは実にですね、英単語で大学受験に必要な英単語の約半数をそのトイレとお風呂の時間だけでカバーできるんですよ。しかもそれって1日3単語じゃないですか。これを3単語から5単語、6単語、例えば歯磨きの時間とか、まあ、自宅ではないんですけど、例えば学校に行く時間とか、本当にちょっとした時間の積み重ねで一気にそれを有効活用できる。それを有効活用するだけで気づいたら、あれ大学受験レベルの英単語全部覚えてるじゃんっていうところまで持っていける可能性があるわけなんですよね。そういう意味で自宅で何気なく過ごしている時間っていうものの、そういう隙間時間をしっかりと使っていくということが大事になってくるわけです。このようにリビングや勉強机だったり、あとはお風呂やトイレだったりっていったところで勉強するっていうことはすごく重要なんですが、やはり最大の敵、スマホがありますよね。まあスマホに関して言えばですね、まあ僕自身も割と難渋したんですね。やっぱりスマホがあるとどうしても気になってしまうじゃないですか。まあ、ファントムバイブレーションという言葉がある通り、もう鳴ってもないのにスマホが気になるということですよね。
だからまあそういう意味ではスマホに対してはどういうふうに対応していくかっていうのはすごく重要になってくるわけなんですけど、まあ、僕の場合はですねかなり原始的な方法ですね。もう親に預ける、これやってましたね。もう結局、まあ、精神的にそこを隔離するっていうのはかなり難しくなってくるかなというふうに僕の経験上思うので、だったらもう物理的にもう無理でしょというところに置いて隔離するっていう方法を僕は取ってました。まあ、だからこそそういう意味での親の協力っていうものはすごく重要になってくるかなと思います。まあいろいろ話してきましたけど、今すぐできることとして一番お伝えしたいのは、まあ、スターディーですね。 YouTube に勉強集中動画だったり作業用動画だったり上げているので、ぜひそちらを活用していただけたらもうねかなり集中できるんじゃないかなと思います。まあもちろんスマホ預けてしまったら見えないんですけど、はい、すいません。まあとりあえず自宅を制するものは勉強を制すと言っても過言ではないので、皆さんも自宅の勉強リフォームをしてみてはいかがでしょうか。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。